私もそう思うよ。ナボチェンコフは苦笑いをしながら言った。ただみんなが無理しすぎていないかだけ心配なんだ。あなたは自分自身の状態について再度確認した。たまに襲いかかってくる頭痛。パルペーションって何？不整脈みたいな。あ、うん、不整脈だ、本当に。うん、不整脈。頭痛の原因は、例の船の事件ではなく、何か、もっと、何かさらに、恐ろしい原因があるかもやしれぬ。だが、あなたは、なぜだかそれについて思い出せていない。忘れ去られた悪夢かのような、のように、忘れ去られた悪夢のように、一部分を思い出したとき、一部分を思い出して、鼓動を早めさせてくる。それ以外のときでは、あなたの精神状態は、特に異変はない。回しについては特に気にしないでください。でも、ジェネレーターを壊した人については何か言いたいことは、何か思うこととかってありますか？何その質問、急に。それも。お前じゃん、なんか。お前じゃねえの、なんか。まだ始まって十何分だけど、お前じゃん、絶対。そんな、だって急にその質問する？これは、二人、これはここの二人しか知らないことだ。船は、ただ故障したわけではない。エンジンが破壊されて、エンジンが破壊されていたんだ。これは、故障とかではなく、人為的っていうっけ。うん。人為的な行動による、ん？なんていう、人為的なものだということは、確信している。二人しか知らないなら、まあ、そんな怪しくもないか。その話したくなるわな。うん。まあ、少しヒント的なものは、なんていうの？ヒントじゃないの。まあ、少し手がかりはつかんだ。だけど、ちょっと、一人にしてもらっ、だけど、ちょっと、少しだけ、一人にしてもらっていいかね。やりたいことが、イーバンは優しい人だ。彼は秘密は必ず守る。事件の解明には、自分自身で動き出さないといけないみたいだ。わかりました。うん、ありがとう。よく考えるんだ。俺らの中ではお前が一番、よく考えるんだっておかしいな。うん、ありがとう。君を見ていつも思うんだけど、君が俺らの中では一番の、このチームでは一番の大人だよな、みたいな。
まあいつものところにシェド小屋小屋か小屋建てといたから右に行ってまっすぐ行けばいいよ。検知器はあそこの棚の上に置いといた。開けるには何かしらの道具が必要かもな。これ持ってけよ、このナイフ。ここでは何が起きるかわかんないしな。あとは君に任せた。わしは船の、状態を確認しに行く。わかりました。彼は君に笑い、君に笑顔を向け、そしてビーチの方へ歩いていった。オープンエリア。他の場所に向かう前に、イーバンの検知器を直す手伝いをしよう。基本的には、アイテムは直接使うことができます。それ以外の場合では、なんかアイテムをこうやって組み合わせて、どのこの。ちょっと待ち。よし。小屋に戻る必要はない。鍵落ちてる。鍵。ナイフ。サンドイッチ。わあ、あ。でもこれは人間の頭じゃないな。リスとか？いるんなら。小動物。手の違い何これ？触ってんのこれ。陶芸者さんぞ。あんま気をつけないと。ここクリックできないんだよね。なんか、これ、こうなったら大体クリックできるのに。あっちあっちで触れん。なんか、わかんないな。どういうことなんだろう。どういうことなの？なんかさ、すげえ半々だよね、なんか。ストーリーだけ本当に聞いてると、見てると読んでると、なんか、本当に割と普通ななんか、お母さんっていうなんか人がいて、朝ごはんくれて、で、外出て隊長いて、隊長とちょっと話してみたらね、視覚的にさ、すべてがおかしい。視覚的になると。視覚的なことになると。これ刺すべ、普通に。おい、つくっ。獅子を一本ずつさ、もいでさ。鍵使える？うん。お。気持ち悪い。あ？これ触ろうとするとあの雲が来るな。うん。あ、トゥールボックスですね。ここが小屋か、そうなると。あ、検知器直しそうだって。何？どうすればいいの？何もできなかった今の画面だと。これヒントじゃないだろうな。これさっきのあの虫のヒントじゃねえよな。全くわかんねえけど。弾丸？これ。何これ？これに、ウズズズって近づいて、これがないと帰る。で、こいつはめちゃくちゃ危ないと。だから指で触れちゃい、触んない方がいいと。で、こいつはどうして喧嘩すると意味わからん。意味がわからない。これナイフで開くんじゃないのこれ。やべ、もう。こういうところにちょっと無理、こういうの無理、本当に。なんかもう、絶対これ謎解きじゃん？
わかんないよ、なんかもう全く。見たことない、この形状のこのアイテムを。なんかこれミニロッカールームみたいな。なにこれ。全くわかんないですけど。まあ、これは頭刺して回せばいいんだろうな。頭刺そうと。よし、冷静に。冷静に行きましょう。そのすぐ拒絶するんではなく。お。なんだ。嫌な感じがする。これに近づくと。は？え、なに？あー、びっくりした。あ、スペシャル。あ、意識を失った。木の手前の部分から刺しちゃう。びっくりした。びっくりした。そんなんあるんだ、このゲーム。何も知らずに。あ、今顔見えたな。ほら。あ、なんか、解決策。包丁使った。血塗られた包丁。びっくりした。なんだったの？びっくりした。てか演出かっこよかった。演出かっこよかったね、今の。かっこよかったね。あの木の近くには行かない方がいいかも。なんか、ここになんかある。違うか。洗ってこよ。こっちかな。ですよね。こうですよね。バケツも消えた。眼球ががっつり残ってるな。ああ、おもちゃの頭か。なるほど。え？でも今、なんかパンとか食べるかなと思ってさ、アリさんいるからさ、パンとか食べるかなと思ってさ、パンクリックしたらさ、ジャムが塗られちゃった。ブラッディーサンドイッチ。お。面白い、このゲーム。こういう世界観好き。こういうなんかわけわかんない世界観、ほんと、好き。ほ。これなんだ、この、こいつ、雲がなんか興味を示してる。切り落とされた手。ん？あれ、帰れない。ん？あ、ねじ回し。帰れないぞ。やっぱ返して。あ、これバグかな。あれ。地図。ん？なんか左手動かすには、なんだっけ。あ、めっちゃさ、これチュートリアルにあったわ。まあわかるよね、これなら誰でも。フォーカスモード、探索モード。チャット。脳みその中の、脳みその社交的な部分が活発的になる、みたいな。他の奴らと喋る、他の人たちと喋ると何かイベントが起きるかも。You don't need to know anything else for now. もう他に君が知らなきゃいけないことはまだないみたいな。ダメだ。日本語がもうぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃだ。日本語がぐちゃぐちゃだ。リセット欲しい。
これはね、あれだな、ログ、あ、戻れたよかったん。ねじ回し手に入ったね、とりあえず。あ、で、この鍵さ、そうか。そうか、そうか、そうか。鉄の針。ニードルだから、あの、注射器とかの方の針だな。刺すとかじゃないもんな。人形の頭刺してこようかな。キモ。取れなくなっちゃった。テイル？これ地下？もしかして。あ、そういうことか、これ。何だ、弾丸かと思ったらさ、血だね、これ。ほら。このバッター殺して嬉しそうにしてるもん、こいつ。マシンわかる、嬉しそうにしてるのは。でも血があると興奮して向かうと。血がないと去ると。あ、だから血があるこれのところに。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。いろいろ理解しました。一番は、なんか、わかんない。一番から、ここ？これか？あ、こうだ。おうおうおうおお。で、二番が、こうだ。ん？これ汚くて使えない？そういうことじゃないよね。あの、これ、頭だけだから、とっても必要なのかも。で、この、これも、あれだね。ここから取らなきゃいけないね。ファミリー。これ何？あ？え、これ何？適当に動かしちゃっていいのかな？わかんない。え、これどういうこと？初めてすぎる、この謎解き。ああ。え、なにこれ？ここ動いてるのは何？よし、びっくりした。何そのびっくりしてんねん。何こう、なんでこんなびっくりしたの今。え、って感じ、え、んどっか書いてあった？あれ、なんかゴリ押しちゃったんですけど。ね、よくない、よくない。ゴリ押すのは。私こういうパズル好きじゃないけどさ、ゴリ押すのは違うわ。何だったんだろう。まあ、もういいか。じゃあこれと、これを組み合わせて。よし。これだけでも回せると思いますけどね。そんな貧弱？で、パカッ。で、これですよね。この頭がどうにかして手に入れなきゃいけないんだけど。この手、欲しいかな。なんだろう、危険で触れないマークだな、この赤い手は、とりあえず。あ、また火がついてる。じゃあ、そういうわけじゃない。ぽいじゃない。出た出た、もうこの、こういう時間。ね、もうわかんないよ、だって。
で、これでまたなんかどうせ意味わかんない、なんか、このナイフをこの中に差し込んで、そしたらなんか実はこの中に人がいて、で、その人がなんか頭を、なんかもう、食べようとしてて、で、その食べようとしたのを口からペって、刺されたことで出して、で、それをなんか、この人形に刺すみたいな。わかんないんで、そういうの。この赤いのなんでしょう。手欲しい人いる？どうやって手使う？これ。この下のほうきはただのほうき？ここら辺のエリアは、青い、プラスチックの布？クロスって書いてあるけど、プラスチックの布ってあんまり言わないよね。まあ、シート？ブルーシートで、覆って、ブルーシートで屋根を作ったんかな、多分。屋根を作って、雨が降ってもここら辺の、ツールが壊れないようにはなっている、みたいな。なんだろう。これ気になるんだけどな。これはただの映像のあれなのか。絶対刺せると思うのにな、こいつ。これかな？見てこれ。ほら。急に出てくるの、これ。ああ。クリックとか何もせずに手を置いてたら。おいしいおいしい。やった。いや、わかんないって出たよ、マジで。わかんなくない、そんなさ。全然ないじゃん、そういうの。そんな、手置いとくだけなんて。まあいいわ。よし。ファミリー、わーい。よし、開くか。何これ？何これ？黒い物質なぞ。いけ。謎の黒い物質が、切り落とされた腕の、切り落とされた手の中に入り込んだ。あなたは驚き、あまりの驚きに、あまりの衝撃に、地面に落としそうになった。これで、放射能検知器もようやく使えるな。今のが故障の原因か。虫？でも、あんなの見たことないけど。カバンの中。カバンの中にもう一度だけ目を向けて、切除された手を見てみると、その虫、カッコ虫、カッコ閉じ、の、獅子が、クラックリングってなんていうの？ひび割れた？ひび割れた肌？ひび割れた手の肌から、ニョキって、ニョキってなってる。うん、後で、ワークベンチで、ちゃんと、これについて確認しよう、みたいな。それじゃあディテクター、それじゃ検知器を持って E 番のところへ帰ろう。フュー。これやる意味あった？これやる意味ってさ、血塗られた包丁作んなきゃいけなかったか。あ、E 番だ。え？今、めちゃくちゃガリガリ言ってるわ。なんかね、検知器直したら、なんかね、めちゃくちゃガリガリ言ってる。放射能検知器直したらめちゃくちゃガリガリ言ってる。E 番は、海のそばの丸太のに座っている。ん？どんな感じ？ああ、
検知器の故障の原因突き止めましたよ。あれ、カバンの中の手が、どこ、あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、いない。あれ？ほんとだ、カバンの中の手なくなってる。全然気づかなかった。よし、じゃあ、検知器に見して。検知器をイーバーに渡した。ソルモンってやめて、ソルモンって。わかんないから。ソレモンな、ソレモン。なんか、厳粛、しんみり、重々しい。重々しいだな。重々しい表情で、検知器をいじり始めた。機械確かに動いてるみたいだけど、でも、数値が、今までの50倍だぞ。なんかセンサー系がぶっ壊れたんかもな。これってさ、直せる？あー、ウェアハウス、倉庫の方になんか予備があったはずだな。まあこれは、捨てといていいよ。はい、わかりました。あともう一つ。手？あの、切除された手の、手が消えたことにより、あなたは自身を信じれなくなっていい。あなたは自身を疑い、自身の記憶すらも疑い始めてきた。イーバン、この島に俺ら以外、私たち以外っているんですかね？いや？俺ら6人だけだよ。ここに原住民の奴らがいたとしても、地場嵐。地場の嵐。40年前に起きた地場の嵐の、を超えてここまで来ることはできないだろう。どういうことだろう。全然意味わかんないけど。謎の地場の動きにより、世界中で起きた大事件。世界規模で起きた大事件。ほぼすべての、電力系統のワイヤーケーブルなどが、機能停止し、電力が消えてからは、電力がなくなった世界では、世界的にコミュニケーションシステムが崩壊した。なんていうの？移動の手段。いや、あらゆる技術が一時的な麻痺状態になった。原因は未だに分かってないが、いろいろ、違う、原因は、最初の、なんていうの、事件が、なんていうの、当時言われていた、様々な、原因の噂。もうダメだ。ダメだ。うるさいし、なんかカリ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 。当時、頻繁に言われていたのは、科学者たちが言うに、太陽の何かしらの動きの原因が原因であると。何人も、人々は、これが原因で亡くなった。だが、人口の大幅な減少の直接的な原因は、謎の病気であった。その謎の磁場の嵐が、起きたのと同時期に、ものすごく感染力の高い病気、この病気は発生し始めた。メタルポイズニングってなんだろう？あ、これでいいな、ちょっと待って。翻訳してるときちょっとタブアウトしとくか。金属中毒？患者？症例を症例には重度の
金属中毒の症状やオートイミューンディジーズって全く分かんない。オートイミューンってなんだろう、自己免疫系の病気。多くは腎臓の失敗、腎臓の機能停止で、1から4週間ほどで死んでいったもの。その人口の急激な、減少で、人々は、時間や、手段も限られて、手段も限られてきた。そして電力の消失は泣きっ面に鉢、傷に塩、なんていうの、そういうの。そして人間は、あらゆるテクノロジーを手放すことを余儀なくされた。その時期にニューラルコンシャスネスターミナル、神経コンシャスネスっていう意識、神経意識ターミナル。ターミナルって何？終着駅だけど、どういう、なんかハブみたいな、ハブみたいな感じだな。神経、意識ターミナル、ベンヌというものが、20年ほどかけて多分完成したんかな。なぜだか、ベンヌは、その磁場の嵐に襲われることはなく、太陽が、磁場の嵐の原因だという理論は、これ、ベンヌの生存により否定されたと。長えな！おい！長えな！なあ、唇乾燥してきたわ、長すぎて。水飲むわ。一部地域では、ベンヌのように、ベンヌが影響されなかったように、嵐の影響を受けなかった地域も存在した。だが、人々をそこに移している途中で、そこに、いろんな人々が移りゆく、経過、ん？渦中？違う。移りゆくにつれ、謎の、金属製の病気、金属製の病気を発症し、さらに人口、さらに、世界は混沌と化していったみたいな。五行悟る。本当に。ここ数十年の間で、小規模の、人のグループが、少しずつ、磁場の影響を受けてない、エリアに移動し始めていた。昔の技術を、拾い上げを見つけ出し、少しずつ、学び使いこなしていった。磁場の嵐から40年後、それが現在、ベンヌは、少しずつ成長し、人間の感、なんていうの？ヒューマンコンシャスネス？なんていうの？人間的な、意識を、注ぎ込まれていったみたいな。ベンヌに移されていった。あなたは、なんていうの？リロケーション。あなたは、その新しい地に移動することが可能な年齢と、なりました。そして、この、探索の後、そこの新しい家に帰る。新しい人類の発展の場に帰る。あなたは帰る。
あの怪物、俺の頭痛が生み出しただけのものだったのかな。おい、ベン、なんかあるんか？磁場の嵐については気にしなくていいって。あれはもうめっちゃ昔の話なんだから。しかも、俺らが今使ってるこの機械は、本島から持ち出してきたもので、すべて高品質なんだから。でももしここら辺に原住民の人たちがいたら、うるさい、ガリガリが。なんて言う、どうしたらいいかっていうのは俺もわかんないけど、そんな生き残ってる奴らがいるなんて思えないな。まあ生き残ってるとしても、あまり接近するっていうのは良くないだろう。びっくりした。突然、彼は、恐ろしい表情を浮かべ、恐ろしく、残忍で、乱暴な、いつもとは全く、いつもならば絶対に見せないであろう表情を、突如として、表した。何これ、やだ。ターミナルには、絶対に、どんな病気も持って帰ってはいけない。わかったか？はい。もちろんです。数秒間、彼は君のことをじっと睨みつけ。そして、ようやく表情は和らいでいった。あれはきっとただの幻覚だ。君はそう少しずつ思い始めてきた。現場調査行ってきます。わかった。なんでテーブルナイフが僕のカバンの中に？本当だ。もうこれ以上使うことはないアイテムは置いていった。テーブルナイフも？何のテーブルナイフだったの？じゃあ、こっからは、自由に探索、または、まっすぐオープンスペースの方に行ってもいいですよ、だって。あ、戻っちゃった。じゃあまあ、オープンスペースの方行くか。オープンスペースっていうの？これかな？オープンじゃない、なかなか。ね、邪魔。アーソポって何て言うんだっけ？こういう、雲みたいな。節足動物か。巨大な節足動物が道を塞いでいる。オープンエリアへ向かう道を塞いでいる。その8つの足から、8本の足から、それは雲である。というふうにあなたは推測した。オープンエリアに向かうには、この雲をどうにかしなきゃいけない。戦闘を避けるのはもちろんのことだが、どうやら人形の頭と昆虫にものすごく興味を抱いているみたいだ。その二つに何の関連性があるのかわからないが。人形の頭か。あるよ。これ。なんか嫌な音する。こういう音してるときなんか大体嫌なんだけど、なんかこういうガル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 してるとき。クロックワークってなんていうの？時計仕掛け。ゼンマイ仕掛けかな、この場合。ゼンマイ仕掛けの、おもちゃ。この上に乗ってる人形が、この敷かれたレールに沿って移動するみたいだ。誰がふざけて頭なんてもいだんだよ。少し揺らしてみた。
クリスプコリジョンサウンドってなんだろう。クリスプっていうのははっきりとしたコリジョンサウンド、なんかぶつかる音、なんかカタカタする音かな多分。はっきりとカタカタした音がこの男の子の人形から、男の子の人形の頭のらへんからする。どういうこと？カタカタするの？カタカタするから何？うん。まあ翻訳しなくていいかな。手とあの黒い物質どこ行っちゃったんだろう。うん。パスワードボックスだってこれ、この鉄の箱は。他のエンジニアさんが開発したパスワードボックス。それわかんないわけだ。イーヴァンのあの恐ろしい表情を思い出したあなたは、また体が震え出してきてしまった。もし、あの謎の人間型の生物、人の形をした生物について、人の形をした生物に会ったことを、もし、彼に伝えてしまったら、と考えると、とは、ことは考えたくもない。伝えることは考えたくもない。君たちは、ただ、一週間一緒に働き続けた同僚というわけではなく、ザ・ターミナルを、ザ・ターミナルの運命を握っているグループ、であるがゆえに、そうだ、ターミナルは何も、ターミナルに何も事件など持ち込んではいけない。これ以降絶対に何も起きないように気をつけよう。人形の頭探して、人形の頭どこ行ったんだろうに。あの手と黒いのはどこに行ったのかわかんないけど、もしかしたらただ僕が幻覚を見てただけなのかも。次見つけたらここでまた確認しよう。何か昆虫とか、人形の頭のようなものがあればあいつをおびき寄せられる。だってこれどうすればいいの。これやるよね、これ。これやりがち、こういうゲーム。探せるところ。これ何？これ包丁で切れるわけじゃない。これ欲しい、このカウンター。あ。え？あ、それがいいの？クモは食事を楽しんでいる。長かったぜ。面白かった。でもちょっと本当にもう英語を訳すのがめんどくさすぎるだけだけど、ゲーム自体はすごいなんかもう独特な雰囲気で、まあ、こういう雰囲気のゲーム好きだから、演出もかっこよかったし、ゲームの映像もなんかかっこよかったしで、ね、メールとツイッターね、 X な、そんな感じですかね。眩しい、この画面。あと、フル少ない。まあ、そこら辺はどうにでもなるだろうけど。フル少ないのはさすがにどうにかなるだろうけど。リリース、本製品のリリースまでも。プーッ！
疲れた。